漁師、おはよう。そろそろ起きる時間だろ。ごめんな、もう少し寝かしてやりたいんだけどさ、朝遅れるとあいつうるさいんだろ。え、そうだよ、今ロスから。ウェストウッド、UCLA のある町だ。みんなのんびりしてるんだもん。日本の大学とは全然違うね。こっちへさ、留学するなんていうのもいいな。でもなかなかいいとこだよ。面白いお店もいっぱいあるし、まあ、特にウェストウッドはね、土曜日になったりするといろんな人種の人が集まってね、カーニバルみたいになるね。君も含めて大勢で来たら楽しいと思うよ。 UCLA の連中とさ、バスケットの試合なんかいいね。そうだな、日本に帰ったらもっと詳しく話をしてやるつもり。待ってろよ。それじゃあバイバイ。Hey you! Good morning! 寝た？嘘。早く起きなよ。ねえ、眠そうな声で返事してないで。もしもし、ニッキーです。わかる？どっからだって？聞こえないから、この波の音。千葉。違うだろ？ここは、マリナ・デルネーにある、ハーバーからです。国際電話の、モーニングコールです。おい、あ、そうってことないだろ？少しは驚けよ。こっちはいいよ。三人でクルーザーに乗ったりさ。まあいろいろ楽しいことあるんだけどさ。もう買い物に行ったんだ、メルローズの方に。メルローズっていうのは僕ジーパンが好きでね。ジーパンなんかいろいろ古着なんか売ってんだけど。こら、聞いてんのかよ。電話したら寝てんだよな。話があんまりつまんないからって。もう電話してやらないぞ。え、だったら起きる？それじゃあね。グッバイ。Hello? なんだよ、まだ寝てたのかよ。え？だってさ、今何時だと思ってんの？だろ？起きる時間じゃないかよ。こっちはね、寝るのもね、もったいないくらいなんだよ。今さ、どこにいると思う？ハリウッドなんだよ、ハリウッド。知ってるだろ？映画の街。うん。ここにいるとさ、今に映画やってやろうってさ、気になるんだよね。もちろん俺たち3人がアメリカの映画のヒーローになってさ、俺なんかロッキーみたいのもいいしな。何笑ってんだよ。いいだろ、ここにいるとさ、そんな夢が見たくなるわけなんだよね。例えばさ、君と一緒にさ、オープンカーでこう、なんていうのかな、ハリウッドの街をね、ドライブしてみたり。なんちゃって。じゃああんまり長電話してるとさ、こう格好遅れちゃうからね。うん、それじゃあまた今度、バイバイ。